本唯一の診療船済生丸は昭和36年5月瀬戸内海離島の僻地医療対策のために済生会創立50周年記念事業として発案されました。翌年12月に運航を開始して以来、これまで半世紀を超える長きにわたり瀬戸内海の約60の島々を巡回し、島嶼部の方々から海を渡る病院として親しまれてきました。日本には416の有人島がありますが、そのうちの約半数が瀬戸内海に集中しています。その中で済生丸が活動している岡山、広島、香川、愛媛県の有人島は84島です。しかし、医療機関のある島は39島で、充実した医療を受けられる島はわずかです。済生丸の船内には、血液検査、心電図検査、腹部超音波検査、X 線検査など、中規模病院並みの医療機器が搭載されており、島民の診療、検診に当たっています。触ります。どうぞ、もういいですね。どうぞメガネしてくださいね。じゃあ今度は胸の音を聞きますけど、ちょっとね、はい、どうも、お疲れ様でした。お疲れ様でした。済生丸は、現在笠岡、岡山市、玉野市、備前市の4つの市の方へ、巡回をさせていただいています。私が就職した30年ほど前はかなり多くの方が受診されていたんですが、島の方は高齢化の進み方が早く、超高齢化と言ってもいいと思います。受診者の方もかなり減少しておりまして、受診者の方が船が1回行っても 5、6人しかおられない地区もあったりして、かなり少なくなっているのが現状です。30人ほどなんですけど、それのもう半数以上が70以上なんです。年齢層が85から上が上に多くなって、もうどんどん来られないんですよ。ここからお医者行って言っても、車乗らん人はバスでしょ。時間から時間でお医者さんにその何時間かかるかわからないね。だからここで見てもらって悪かったらここの診療所にかかるとか、診療所だって1週間に1遍来てくれるのも助かるんです。でも診療所だけじゃなくて、ここで検査して、あっち あらゆるとこ見てもらって大丈夫ですよって言われるのが一番嬉しくてここへ来ます。はい。済生丸事業の基本方針では、はじめに島の特性を考慮した予防医学を重視し、島民が自分の体は自分で守ることを支援すると掲げています。済生丸が予防医学を重視するのには理由があります。年間に一つの港に訪問できるのは多くて4回、少ない島では1回程度です。また、天候によっては出航できない日もあれば、島を目の前にして接岸できないこともあります。そうした状況では継続的な治療はできません。そこで済生丸では初期から治療医学から予防医学という方針で診療・検診を行ってきました。
後期高齢者の投資、もう年中行事だから、あ、後継士が言い出してからずっと今日から、うん、これしたことやめたことはない、ずっと、あの助かるよな、これなんか言ってちょっとでもなんかおかしかったら言っていただけるから、それで病院行く、そしたらまあ何もなかったらなかったでいいし、もう一つの目安になってるからな。今健康寿命って夜平均寿命、健康寿命夜、健康寿命ないけど長生きしてからな、息だけしようよって意味ないや、家族にも困るしな、だからそれはもうやっぱり生きている以上はやっぱり自分のことが自分でできるような状態じゃないと、みんなが困る。再生会グループは単なる医療提供を超えて地域社会全体の健康と福祉の向上を目指して活動しています。社会的に弱い立場にある人々も誰一人取り残さず、誰もが地域の一員として共に暮らせる街づくりに取り組んでおり、再生丸事業もその一環です。しかし島の少子高齢化や過疎化による受診者数の減少に加えて、船の運航、維持にかかる経費の増加や係留設備の老朽化による接岸の困難化など、再生丸を取り巻く環境は厳しさを増しています。一方で、すでに超高齢化にある島の住民の健康を守るため、再生丸の果たす役割は年々大きくなってきています。今後も本事業の意義を少しでも多くの方々に知っていただき、さらなるご理解とご協力、ご支援をいただきながら、引き続き全ての人が安心して医療を受けられる社会の実現に向け、巡回診療に取り組んでまいります。